イコマース、今回はこちら、キララ系雑誌作家さんのプロデュースのイベントですね。こちらをやっていきましょう。第1回は徳能氏ですね。ニューゲームの徳能氏です。こちらもご一読ください。で、こちらの作家クエストではなんとですね、エトワリウムのかけらが稀にドロップするんですね。こちらですね、後日インタビューの様子が公開されますので、こちらもご一読ください。こちらは常設クエストなんで常にイベントに参加できるという形になっています。で、超強敵クエストっていうのもあるんですね。あと極みクエストもちゃんとあります。で、前予想ではネネッチとかが星5になるのではないかという予想があったんですけど、今回はこちらなんですね。3種です。ホタルンですね、と後輩ちゃんですね、望月もみじちゃんですね、こちらのツバメちゃんですね。スキル名なんかも面白い感じになってます。で、こんな感じに夏イベの水着イベの専用武器なんかも実装されたんで、これも開放していきましょうね。まずはこちらのピックアップガチャを引いていきましょう。続いて初回10連をやっていきましょう。怪我には敏感になっちゃう。みんなに何かあったらすぐ手当てするからね。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。意外にこっちのアカウントでイサナちゃん当ててなかったんですね。ありがとうございます。そしてこちらですね、新しく追加された専用武器ですね、見事獲得できました。ありがとうございます。いつも隠れてこそこそ引いているんですけども、こちらの1日1回限定召喚ですね。こちら優勝なんですけども、これも引けるので引いてみましょうね。ですね。これは当たるときに当たる確率なんですね。開きますよ。てな感じにコテッちゃんが当たりましたね。ありがとうございます。これもたまに当たるんですよね。当たるときは当たる確率というのはまあこういう感じなんですね。行ってみましょう。ちゃんでしたね。ありがとうございます。意外なところでかぶりが出ましたね。ありがとうございます。やったぜー、ありがとうございます。ニューゲーム本編の中ではですね、結構病弱の描写があるんですけども、こちらのキララファンタジアの本編の中ではですね、結構アクティブに動いてるこちらのホタルちゃんですね。ありがとうございます。当たりました。大事に使わせていただきます。ガチャのピックアップはですね、こんな感じに19日開始のものと、こちらの21日開始のものがあるんで、これお気をつけくださいね。こんな感じにメインシナリオの下ですねに表示されてますね。新しく項目が追加されています。サッカークエストですね。いいですね、この漫画風な。今回はですね、こちらのしずくさんが主役みたいですね。
まだ試してみてないんですけど、どういう感じになるんでしょうか。いつものイベントと違ってですね、常設のクエストでこういう収集クエストと調教的のクエストがあるということですね。あと極みクエストですね。これちょっと楽しみですね。このトップページめちゃくちゃかっこいいですね。ではでは進めていきましょう。